バスノルマンディ地域圏は、フランス北西部、イギリス海峡に面する、かつて存在した地域圏である。コタンタン半島が、イギリス海峡に突き出している。オートイコールノルマンディ地域圏、サントルイコールバルドロワール地域圏、ペードラロワール地域圏、ブルターニュ地域圏に接している。地域圏内に、カルバドス圏、マンシュ圏、オルヌ圏の3県を含む。その名の通り、 10世紀から11世紀にかけて、ノルマン人の一派が北方よりこの地に移住してきた。比較的開発が遅れていたが、近年フランス政府の補助金などを受けて、産業振興が進められている。気候は、西岸海洋性気候の影響で一年を通じて、温暖であるものの、全般に風が強く湿度が高い。面積は、日本の四国よりやや狭い程度、人口は、 奈良県とほぼ同じ程度である。主要産業は、農業、観光。フランスでの朝栽培はこの地域で主に行われている。地域県再編が行われ、2016年1月1日より、オートイコールノルマンディ地域県と統合し、ノルマンディ地域県が新設された。マンシュ県カルバドス県、オルヌ県バスノルマンディ地域県は、王政時代の旧ノルマンディ州の西部にあたる。 フランス革命時に、ノルマンディ州は5つの県に分割された。第二次世界大戦後、第四共和政下の1956年、西部の3つの県を合わせた行政区画として、バスノルマンディ地域県が設置された。ありがとうございます。